久々に一人でゆっくりできてるついでに投下してみます。私はいわゆる恥かきっ子で、兄二人とは一回り以上年齢が離れている末娘として生まれました。大事に育てられたのは間違いなく、そのせいでというかそのおかげでというか、悪い意味での世間知らずだったと思います。両親が元気なうちにしっかりした男性と結婚してほしい、という願いをそのまま受けて、短大在学中にお見合いして結婚。相手は父の知人から紹介された人で、裕福な家庭の次男。ゆくゆくは長男さんと一緒にお父様の会社を継ぐ予定になっていました。お見合いでの第一印象は悪くなく、優しそうで好感を持ちました。彼のご両親が私を気に入ってくださり、私の両親が乗り気だったのもあり話はトントン拍子に進み結婚。私は家庭に入り、結婚生活はそれなりに順調で幸せだったと思います。結婚して半年ほど経った頃、私宛に無記名の封書が届きそこから生活が一変しました。差出人は、彼が長年付き合っている女性 A 子さんでした。彼よりいくつか年上で、初めての女性だったようです。その A 子さん本人が暴露する内容の手紙で、同封されていた写真に写っていた彼が締めていたネクタイが、結婚後に私が選んだものだったので、浮気を確信しました。すぐに彼に詰め寄ることはできず、両親や兄たちに相談し、兄が積極的に動いて証拠をつかみ彼と彼のご両親に直談判。彼のご両親は A 子さんの存在を知っていました。A 子さんはもともとは彼のお母様とつながりがある方で、彼との関係は彼が高校生の頃からだったようです。彼と付き合いつつ、他の男性と結婚していた時期もあったそうで、何度も引き離したけれど、ずっと関係は続いていたとのこと。私、両親、兄二人、彼両親、A 子さんとで話し合いをしたとき、少しも悪びれずに、世間知らずのお嬢さんを騙しているようで申し訳なくって、と言っていました。結果、私と彼は結婚記念日を一度も迎えることなく離婚。慰謝料は総額で8桁になりました。相場よりだいぶ高額なのは、彼のご両親からの申し出で一括でポンと振り込まれました。離婚がきっかけで私は自分の人生を振り返り、それまで自分の意思が全くなかったと気づきました。親に言われるまま生活し、結婚もそういうものかという程度の認識だったように思います。突然に覚醒し、今後はどうにか自分の力で生きていこうと決意し、実家に戻らず、一人暮らしを始めました。とはいえ一人暮らしを始めるにあたっての資金は慰謝料から出したので、全く自力ではなかったですが、短大卒職歴なし21歳バツイチという最悪の条件だったため、なかなか仕事は見つかりませんでしたが、いくつものアルバイトを経験し、そこで知り合った方の紹介で就職。会社の制度を使っていくつか資格を取り、離婚から8年後に同い年の同僚と結婚、長男を授かり、夫と共に独立。夫と開いたお店は今のところなんとか順調で、夫婦仲も良く息子もいい子で、安定した生活をしています。なので元夫のことは正直すっかり忘れていました。ところが今年の春、夫と経営している店に A 子さんがやってきたのです。夫はちょうど所用で外出中でした。ネット予約の新規のお客様で、元夫の姓プラス A 子のフルネームだったのですが、全く気づきませんでした。佐藤優子とかそういうよくある名字によくある名前で、それに元夫と A 子さんが結婚したのも知らなかったので、顔を見ても全く気づかず、A 子さんが、お久しぶりです。と言っても果て?と、A 子さんだとわかっても、ああこういう人もいたなと感じた程度で、どちらかといえば懐かしいというか、あらその後いかがですかというような感情でした。A 子さんはひどく老けていました。現在アラフィフのはずですがすっかりおばあちゃんといった様子で。とはいえ、ネットでたまたまうちの店を見つけたとおっしゃっていたので、ネットをする余裕はあったようです。お客様の話を聞くのも仕事のうちなので、いろいろ聞いたのですが、元夫と A 子さんは私との離婚後に結婚。その時点で元夫は実家と絶縁し、元夫父の会社の経営に携わる話もなくなる。元夫が勤めていた会社も経営縮小官職に飛ばされ、やがて A 子さんに相談なく退職。
こなしなので A 子さんが水商売をしてなんとか生活をするも、A 子さんが不倫に走り一度離婚。しかしなぜかその後再び結婚し、元夫も就職したのでそれなりに平穏に暮らしていたところに、元夫の不倫発覚。元夫の不倫相手は20代で、その女性の家に入り浸っているそう。それなら元夫有責で2度目の離婚をすればいいのにと思いきや、A 子さんも数々の浮気の証拠を握られており、おまけにその浮気相手の奥様から慰謝料請求をされている。そんな状況の A 子さんの要件は、私さんは今は裕福で幸せな生活を送っているようだし、あの時支払った慰謝料を返してもらえないか。という打診でした。A 子さんは昔、私を世間知らずのお嬢さんと言っていました。でも私も今は一児の母で自営業を切り盛りしているアラフォーです。A 子さんに同情はしましたよ。そんな馬鹿げた生活しかできなくて、すっかり老け込んでかわいそうだなという意味で。そんなつもりはなかったんですけど。慰謝料をお返しすることはできませんけど、そんなにお困りなら100万程度ならお貸ししてもいいですよ。無担保無利子で構いません。お気の毒ですもんね、そんな生活。と言ってしまいまして、A 子さんは、馬鹿にしないでよ。と激怒して店の一部を破壊、想定の範囲内でした。アンティークの切り子がいくつか壊れたのは痛かったですが、110番通報してみたら、A 子さんは窃盗の執行猶予中だったらしくサクッと実刑。元夫と離婚以来初めて会いましたが、ひたすらの平身抵当。私が A 子さんに言った言葉は誰にも言ってませんが、ドキュン返しだったと思います。自ら招いた修羅場です。今にして思えばあんなことを言って、夫や子供にも害が及ぶかもしれなかったし。実際、何かトラブルがあった家庭、店と思っている方もいるようです。それでも基地に絡まれて気の毒だと同情してくださる方が大多数なので、ほっとしています。私のやり方に批判もあるかもしれませんが、夫と息子が連休を利用して男二人旅に出かけているうちにこっそり吐き出して、厄払いのつもり。いいね。こういう返しができる女になりたい。もともといい育ちの人の独特の言い方だな。自分では出てこないよそれ。おばはん頭大丈夫か?と自分なら言ってしまうな。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。